実、雅は日本の伝統的な美的理念の一つである。ただし、その関連廃棄や脇、サビほど普及していない。現代日本語ではこの言葉は、通常、優雅さ、洗練されたまたは、礼儀正しさとして、時には甘く愛する人と解釈される。しかしながら、文化防衛論を表した三島幸夫のように、文化概念としての天皇に関連して、 独自の解釈を行う論者もいる。この言葉によって提起された理想は若げた、または下品なものを全て排除すること、及び最高の優美さを達成するために、全ての荒さと虚偽を排除するためのマナー、白色さ、及び感情の磨きを要求した。平安時代の特徴であった美に対する敏感さを表現し、さらにもののあるの無意識さ、 物の過渡性についてほろ苦い認識という概念とも密に関係していることが多く、そのため衰退しているものは素晴らしい雅感を示す、などと感じられていた。一例として、桜の木などの例え、木はすぐにその花が散り、それを美しくしたすべてを取り除かれる様が、儚さだけでなく、その過程での雅さも見せているといったもの。雅の理想を遵守することは、 世界最古の日本詩集である万葉集に諸集されるような当時の芸術作品に共通していた原型や美学や感情を現世界から取り除くことに努めた。万葉集には雅の感性とは対照的にその多くは生きるあらゆる層の人々による詩が掲載されていた。例えばコレクションの中の一つの詩は女性の髪の毛を片つむりに見立てている。 宮尾さんの理想はこのような妙な比喩表現を炙り出してその干渉力と理想論は階級の違いの指標としても用いられた上流階級のメンバーである定身だけが宮尾の働きを真に理解することができるとされていた宮尾の観念は実際芸術や死を作り出す手法を制限して素朴さ粗雑さから遠ざけさせるそうすることで 伝統的に歌読み訓練された邸心らが、作品に生な感情表現が露出するのを防いだ。後年、雅とその美学は詫び、サビや、息のの他にも、有言なども、全仏教に触発された理想に置き換えられていった。ありがとうございます。